はい、というわけで今日も元気に収録のチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、しょうごチャンネルです。今日ご視聴ありがとうございます。今日はですね、浦井さんの配信の後にこちらの動画を撮っております。ワックス浦井さんのね、チャンネルに、隔週で出演させていただいてるんですけども、そこでね、天馬を登り切るまで終わるまでをやりまして、なんと9時間半くらいかかりましてですね、めちゃくちゃ疲れたんですけど、まあなんかおめでの不甲斐なさを感じると同時に、やっぱりその身とかをつけちゃうと自分のベストパーティーみたいなのができてしまって、新しいキャラとかをあんまり使わずにやってたりしてたので、なんかいろいろ便利になったりとか勉強になった部分も個人的にすごく多くですね、視聴者さんにも本当に助けていただいて本当にありがとうございました。ということで、なんとですね、来ちまいました、クリスマスアルファガチャということで、久しぶりのスパイファミリーのコラボがアルファできました。うーわー、1時間ぐらいしか寝てないからめっちゃ眠いんですけどでですよ、キャラクター的にはそんなに本当に見れてないんですけど、今日強いっちゃ強いと思うんですけど、こうめちゃくちゃ今私がドケソコトリとか、まあ、その他ね、サマとかもう運極になっちゃってたりするんで、むちゃくちゃ今欲しいかってるとそうでもない。まあワンチャンアーニャはそう未開でね使えるってことで、未開結構サボっててまだそこまで行ってないので、まあ今後持っててもいいかなとは思うんですけれども、というところなんですが、まあ、せっかく来たんで、ちょっと今あるこのオーブ200個でですね、こちらを引いていきたいと思います。はい、それではキャラ見ていきたいと思います。ロイド、では行きましょうか、ヨルさん。おお、アーニャ、アーニャこれ好き。おお、ボイドと一緒ですね。私とっても嬉しいです。ボンドがボンドと一緒ですね、ワンちゃんと一緒ですね。はい、で今回はその映画がオリジナルストーリーってことなので、なんかちょっと見に行きたいなって思ってるんですけれども、ちょっとアルくんが、まあ、今日結構ね長丁場いなかったんで、すごいバリ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 やってますね。まあ40年聞きたいと思います。いきましょう。確定数をあるらしい、スンチング入ってますね。ちょっとストライクしよう。いやどうなんかな、ちょっとコメント欄で絶対やだね。そうだよね、今うんちしてきたからうんちング入、めっちゃこれあった方がいいよみたいな感じだったので教えてほしいんですけど、今んところでめっちゃ必要かなっていうところでもないんだけど、でもコラボキャラはね意外とどっかで必要だったりするので、ストライクちょっと悩んでますけど、いや新春も来るし年末も来るしみたいな。うわー、そうだね、ごめんな、あくん。寂しかったね。うんちしてテンション高いね。スタジオレベル。ねえ、あくん。もうにゃんだね、来る？おいで。おいで、おいで。ちょっとおいで。ガチャ引いてる場合じゃねえよ。お前、かわいいよ、俺に。よい。よっこいせ。ごめんね。寂しかったね、すごく。ごめんね。じゃあ引くね、ガチャ。寂しか？寝るといいですね。ん？にゃごにゃごしいて。帰ってくまでうんち我慢してたの？ジェラルドアウト。はい。これで9個外れたら星玉チャンス。てか1個も出ないのやばいっすね。40連でストライク。1個も出ないのはちょっとやばい。一個も出ないのやばいけど、あー星玉チャンス、いきますストライク。ちょっと待って、一個も出ないのやばいけど、ということで最後までご視聴ありがとうございました。いやどうしよう、もうどうしよう、いやもう私には分からない、なぜこのタイミングで来ちまったんだ。ちょっともうどうしよう、引くのか引いた方がいいのか、いやでももはや愛なのかこれは、どうしよう、どうしたらいいんだ。はい、ということでありがとうございました
でラストじゃんけん、今日はせーの収録じゃんけん最初じゃんじゃんけんぽいチョキなのでグーの人はそしてこれ誰かもいいでも少しの楽しんでくださった方ぜひいいね動画の感想お待ちしてます。というか絶対引いた方がいいのかというあの使ってみた方ね、めっちゃどこかで強かったよみたいな情報をいただけると、後悔するよみたいな情報があればいただけると嬉しいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。もうちょっと疲れちゃった、またねバイバイ。いやーマジかよー。